こんにちは。今ですね、博多から747系の特急きらめき号門司港行きに乗って門司港へ向かっているところです。お客さんが誰もいなくなりましたんで、せっかくだからと思ってですね、車内の様子を皆さんに紹介します。きらめき号は6両編成で、一番端っこの車両で自由席が1個ありますけれど、2号車がそうなんですけど、確かそれ以外は全部自由席です。6両編成のうち4両が自由席ということになっています。自由席にもいろいろありまして、これが標準的な自由席なんですが、特徴の点としては真ん中、車両真ん中の荷物置き場、これ結構お客さんからもね好評らしいんですけども、なんかそういう話は聞いたんですが、ここに置いてですね、固定用の紐はあるんですけど、これだけだな。他のところは取れちゃったのかちょっと分かんないですけど、固定ベルトをご使用くださいって書いてある割には固定ベルトはあんまないみたいなんですけど、長い間時間が経ってね失われてしまったものかもしれません。まあいいんですよ。進行方向右手、北九州貨物ターミナルです。小倉のあたりからは特急券を持たずに乗ってくる人もいるみたいで、デッキのところに立っていれば料金を払わなくて済むと思ってるみたいだけど、そうはいかないんですけどね本当は。でももしかしたら持ってるかもしれないから、あの人たちは持っていませんみたいなことはあんまり言うわけにもいきませんよね。この自由席もなかなか快適ないい車で、まず自由席とは言いながら、まあ普通車なんですけども、こんな読書灯もついているし、照らされるその先にはフットレストがあります。もともとは JR 九州で一番格調高い列車、特急つばめ号に使われていた車両です。今はつばめ号としては使っていないので、アラウンドザ九州、九州のさまざまなところで実際に使われています。特急つばめ号は現在この6両編成をですね1個改造して、特急36プラス3にもなりました。これを改造して36プラス3にしているわけです。門司に着きました。で問題はこっちなんですけれども、さっきの自由席も、まあ、JR の特急の平均と比べれば十分ハイグレードではあるんですが、こっちの自由席はもっとすごいですよ。3号車セミコンパートメンツと書いてあります。早速入ります。これが自由席です。特急つばめ号時代は自由席ではなかったんですけどね。これが指定席として売られていまして、3人以上のグループに乗るお客さんのために売られていたということなんですが、この博多と小倉の間を走っている特急きらめき号ではこれが自由席となります。だから空いているところにそのまま座っていいわけです。これいいもんですよ。というわけできらめき号の中でもこの自由席が一番の人気の座席となっています。つけたり消したりできます。でこのようにボックスシートスタイルでこれが固定になっています。でもともとちょっといつも倒れててですね、まあこうなっていればリクライニングの効果も得られるし、何よりこの個室感、そして広々としたゆとりのあるスペース、これが素晴らしいので、きらめき号の自由席に乗る人たちはやっぱり真っ先にここ空いてないかということをね選んで乗りに来るようです。まあ、これがもう福岡のローカルルールみたいになってますけども、このきらめきの個室タイプのこの自由席、これに乗ってこれでですね、まあ、僕が一人座ってるじゃないですか。そうすると基本的に他の人はね、まあ、個室ですからやっぱ相席はしたくないということで、よほど混んでいる時でない限り他の人が一緒に、ね、乗ってくるということはありません。だからここが空いている時にパカッと乗れば、自動的に事実上これを一人で占有することができてしまう。別に占有する権利はないんですけども、まあ誰も乗ってこないのでね、まあおとなしくここにいれば自分だけの後ろ、これが自由席特急券博多小倉門司交換においては520円で済んでしまうというからすごいことです。さっきも九州人の視聴者の方おられたんですけど、やっぱおっしゃってましたよ。いや僕もねやっぱ乗るときはもう毎回ここにするんですよね。ここを狙ってるんですよ。今日はまだ休みの日だったから良かったですが、平日なんかになれば皆通勤のお客さんたちが鷹のような目をしてここを狙ってくるはずです。この間36プラス3に乗りましたけど、僕があの時に乗った2人用個室、あれはですねこの4人用の個室を改造したものです。多分これよりもちょっとね36プラス3の方が横幅が狭いのかなと思うんですが、ちょっとこれドアのところとか見ても結構狭くなってるじゃないですか、このこういうものがあるから。で、これをもうちょっとこっちに寄せるような形で少し通路を広げて、そしてまあこれをこっちに1人こっちに1人の向かい合わせの2人用個室として、特急36プラス3では使っているようです。まあ、ぜひその様子はね、博多からこの間鹿児島まで行く時の動画で皆さんご覧に入れましたんで、まあ、見てもらえればなって感じなんですけども、4人用テーブル広げれば便利です。
ですよ。ここでね一生懸命仕事してる人とかもいます。これで自由席、事実上他には誰も乗ってこないと便利ですよね。おっとっと、海の方に行くことがありますんで、津波が予想される場合のお願いがこれを開けると出てくると。そしてもう終点の到着直前ですけれど、またさらにもう一つ皆さんにご覧に入れるべきものがあります。ここは人気なので、もしこの人気の自由席に座ることができなかった場合にはどうするのかということなんですが、その場合もですね、こちらにもう一つ2番目に素晴らしい普通車自由席があります。見てもらうと分かる通り、ここもやはり自由席です。で、天井がこのようにドームの形。ここはもともと特急つばめ号時代にはビュッフェ、食堂車として使われていたところです。まあ、食堂車といっても立ち席スペースだったんですけども、ここに大きなテーブルがあって、そこにまあつばめレディお姉さんが立ってですね、お客様に物を売ったりするというサービスをしていたわけです。で、シューマイ出したりとか片焼きそば作ったりとかしてたんですが、まあ、しかしもう特急つばめ号が走らなくなってからは、このビュッフェのスペースもいらないじゃないかということで、座席車両に改造されることになりました。そしてここに新しい座席が並んでいるんですけども、まあ、窓が結構大きくて特徴的な形だったんで、そしてまた天井のこのドーム型のこれは美しい素晴らしい、残した方がいいんじゃないかということになりましたんで、その天井と窓をそのまま残した状態で、それにぴったり合うように座席を広い間隔で並べ、1個の窓に1個の座席、そしてその分窓が大きいですからスペースが広くなり、足元のこの部分にどうぞ手荷物を置いてください、その代わり頭の上の網棚はご用意しておりません、そういう風になってですね、広々とした大変座り心地のいい、こんな快適な普通車自由席もあるわけです。これもグリーン車並みの快適さです。このドーム天井を残しておいたおかげで、今度の36+3、これにそのままもう一度椅子を取っ払って、ここにビュッフェのカウンターをもう一度復活させて、昔の特急ツバメ号の雰囲気をもう一度楽しめるようになったわけでした。 ここにもツバメって書いてありますけど、ツバメがなくなった後リレーツバメになりまして、博多から新八代まで九州新幹線の連絡列車として2004年から2011年までの7年間使っておりましたので、その時代のものですね。こちら車内には荷物棚がありませんので、フックもしくは足元のスペースをご利用くださいと書いてあります。いや実に面白い、とてもデラックスな特急きらめき号の自由席の紹介でした。なおかもめ号ではこれは3人以上で予約しなければいけません。日輪の場合は確か自由席で乗れたかな。列車によってここが指定席になったり自由席になったりする場合がありますが、これを3人で利用するってなったら、まあ、3人でみんなまとめて指定席の予約をするか、まあ、それできるのかは JR の駅の方に聞いてもらいたいんですけど、1人で3人分払うかのどちらかが必要になりますんで、それを1人で利用できるきらめき号はね、絶対乗った方がいいと思いますよ。文字工つきますね。なかなかね止まらない、行き止まり式なんで、よいしょ、こっちから降りようかな。素晴らしいでしょ。ここら辺にのれんとか、もともとビュッフェだった時代の名残があります。ビュッフェの調理スペースが多分この裏なんですよね。そのまま残ってたんだろうな、多分ある程度は。おお、新湯布院の森だって。これもなんかめっちゃ懐かしい感じのやつだな。ハウステンボス号、新しくデザインされたハイパーサロンハウステンボス、もうないですよこの色、全然新しくない。へえ、こんなのあったんだ。さあ着きました、王子港です。先頭号車から降りてったけど、後ろの号車からはほとんど降りていきませんでしたね。この座席は外から見ても大変素晴らしいものです。こっちの座席も大変素晴らしいものです。まあ網棚が必要な人にとっては良くないかもしれないけれど、選択の自由があるというだけでも素晴らしいことです。通常の自由席であってもこんなにしっかりとした作りです。このクオリティが JR 九州のスタンダード。もう今から30年も前に作られた車両ですが、とてもそうは思えない
そして将来にわたってきっと古びはしないだろうという 7×7 系特急型電車、その3号車自由席を紹介しました。